2年前のチェルシー CL 優勝メンバー、綺麗にいなくなる、WWW。2年前のチェルシーのメンバー、2年でバツ印がいなくなった人。しかも、実質、稼働してるの、ティアゴシューバだけなのマジで草。残ったメンツもティアゴシューバ以外、すべだからいないようなもんだからな。もはや誰もいないのと変わらなくて草。もうすぐ40歳になるのに、プレミアでフル、稼働してるティアゴシューバエグすぎ。チェルシーは、実績とクラブの格があるのに、お笑いができる珍しいチーム。この時のマウントはマジで、チェルシーの未来だった。CL の時はカンテがエグすぎた。ガパとピエクはレンタルだから戻ってくる可能性あるのか。チェルシーが2年前の欧州王者ってことに衝撃。今のチェルシーに誰が行きたがるん笑い。このメンツで CL 優勝したブヘルがエグすぎて草。ベンチメンバー12人は全員綺麗にいなくなってるのすごい。チェルシーでプレイしてる選手はティアゴシューバに土下座してほしい。WWW。キャバクラでも2年でこんなにキャスト入れ変わらないぞ。2年でこんなに変わるもんなのか。今のチェルシーはタレントいなくて誰って選手多いもんな。リーグは調子悪いけど、カップ戦だとチェルシー結構強いよ。CL の時のチェルシーは、後ろ8枚が強すぎたから全然弱くても優勝できた。すべて悪格のせいよな。